心豊かな部屋、エビドウさんのご家族一家。このチャンネルの運営理念、エビドウさんの伝統を大切にしながら新しい歌舞伎に挑戦する3人の活動を心温かい気持ちで応援いたします。市川ボタン、夏の思い出は始球式。ドキドキしましたが最高の夏休みになりました。歌舞伎俳優市川海老蔵の長女で舞踊家の市川ボタンが24日東京神田明神で日本語吹き替え版の声優を務めたアニメ映画 PC 頑張れスーパーペットの大ヒット祈願イベントに松岡真由、梶裕貴らと出席した。黄色を基調にピンクの花柄をあしらった浴衣で登場したボタンは夏休みの思い出について、初めて始球式をしたことです、ドキドキしましたが最高の夏休みになりました、9日のオリックス楽天戦京セラドームで始球式を務めたが、事前に父のエビと弟の堀越勸玄君と何度もキャッチボールをしたことを明かし、頑張ってという気持ちがボールと一緒に伝わってきて幸せだなと思いましたと振り返った。司会者から始球式の点数をつけると何点と聞かれると、下手で点数はつけられませんと照れ笑い、松岡から頑張ったから100点ですよとフォローされ笑みを浮かべた。勸玄君からはお姉ちゃんすごくかっこよかったよとねぎらわれたという。ご視聴いただきありがとうございます。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。